皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、予定と希望という、ちょっとそんな話をするんですけど、これも、ちょっとね、誤解を生む話ではあるんですけども、っていうか、まあ、少なくとも私はそこの、予定と希望というところは、またちょっと、言葉が違うんで、区別をしているんですけども、まあ、この話をする前に、計画っていう話をしないといけないんですけど、計画を立てました。まあ、要するにもう目標です。目標を立てた。で、まあ、その目標的な数字が計画だとすると、まあ、その予定をね、イコールにしちゃってる人が、まあ、ほとんどだと思う。要は、そうすると、その計画が狂ったっておっしゃるのは、実は予定も一緒に狂っていて、で、本来だと、計画は数字としてのあるはずだから、まあ10だったら10っていう計画だったとして、予定がその8とか7とかに下がっちゃうから、予定が狂って計画も一緒にこう、狂っていっちゃう。そういうことではあると思うんで、私自身は、ね、よく言ってるのは、その、予定は計画より上にしておいて、だから12とか13っていう予定を立てておいて、で、10になるように調整するための予定だと思うんです。だから、あくまでもその計画を達成するために取る行動だと思う。なので、計画を達成するために立てる予定じゃないんです。なんです。だから、ちょっとその予定っていうところをもうちょっとこう細かく砕くと、先々の行動なんですね。未来に計画を達成する。で、未来が多めにとって予定を立てて、行動しますよっていうふうにもう宣言するためのスケジュールな予定なんです。なんですけど、ただ、この計画と予定が一緒になってる人が予定っていうと、なんか、ほぼほぼなんですけど、希望に近いものがあって、計画通りに行くといいなっていうための予定に近い、スケジュールに近い。だから、要は予定が狂うと、計画も狂っちゃう。その話になってくるんです。だから、なんか、思われているのが、本当にイコールになっちゃってるんだとすると、それってほぼほぼ、希望に近い。要は、これと一緒、要は計画と一緒になるといいなっていう希望になっちゃってませんかっていうところを、ね、ちょっと見た方がいい。で、私が言うその予定というのは、あくまで、その先々の予定じゃなくて、先々の行動なんで、もうやるっていうふうに決めてます。で、まあ、当然のことなのね。10だったものを10、12、3ってやってるから、10に足した時点でやめちゃえばいい。ただ、その代わり早く終わる。だからその分、後ろに予定が、もうちょっと取れるということになる。だから、希望と予定と計画が全部一緒になっちゃってると、全部共倒れになっちゃいます。ね。そこのとこにならないように、どうしたらいいかっていうふうに考えると、ちょっとその予定と希望っていうところを、ね、もう一回ちょっとまた区別した方がいい。まあ、もっと言うと、計画と予定と希望っていうところ。区別しないと、もともとあったその計画っていうのを達成できないという、そんな話になりかねないというふうに思います。10のことを10やろうとするのって、私から見れば希望じゃないですかっていう。うまく、もうめちゃくちゃうまくいったら、成立するっていう希望でしかなくて、まあ願望とか、ね、そういう、そこに限りなく近い。予定っていうのはもうちょっと高めに設定しておく。で、それは、あくまで予定じゃなくて行動ですよ。そこのところを、区別した方がいいと思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。